ペラムはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ヒルズボロ郡の町である。2010年国勢調査では人口12,897人だった。ニューハンプシャー州の最南端にありボストン都市圏に入っている。ペラムの町は1741年にマサチューセッツとニューハンプシャーの境界が確定した時に昔のダンスタブルから分離してできた。 1746年に法人化された。町名は初代ニューカッスル公爵トマス・ペラム・イコール・ホールズから取られた。ニューカッスル公は当時イギリスの南部担当大臣を務めており、後にイギリスの首相になった。ペラム図書館を呼び、記念ビル。現在は地元歴史協会が入っているアメリカ合衆国国政調査局によれば、 蝶域全面積は27.0平方マイルであり、この内陸地26.4平方マイル、水域は0.5平方マイルで、水域率は1.93%である。町内最高地点は、標高577フィートのゼレミーヒルである。ニューハンプシャー州で最南端の地点が、町内にある。マサチューセッツ州の北境界はペラムから、やや北西寄りに西に向かう。 1767年が最初の国勢調査であり、その時の人口は543人だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マルドゥーン公園はペラム中心の北西、マンモス道路305、ナシュア道路のすぐ北にある。この公園の土地は、修道128号線と、それから分岐する2本の道路。 さらに修道111号線大体路と交差する小さな道路に囲まれている。マルドゥーン公園には多くの短い歩道、四面の様々な大きさの野球場、サッカー場、遊戯場がある。歩道の大半は公園にある二つの池、地方道と家屋、小さな川であるビリバーブルックに通じている。2007年9月に18ホールのディスクゴルフコースが完成し、 4分の1マイル以上の距離がある。ペラム町の公園、レクリエーション部は近年、公園の南西宮に非公式サイズの野球場2面を追加した。2013年9月時点で1面はダッグアウト以外完成し、もう1面は建設中である。ありがとうございます。